サンマ漁は先月まで過去最悪の不漁となっていましたが、今月に入り回復の兆しです。今日の水揚げは今シーズン最多のおよそ508トンで、初めてまとまった量の水揚げとなりました。今年の中では一番ですか、今日は。そうですね、少しずつ魚が取れ始めてるんで、良くなってきてる感じですかね。根室市内の鮮魚店ではサンマが1匹200円で売られているほか、放流を受けて売り物にならない小さいサイズのサンマが無料で振る舞われ、訪れた客がビニール袋をいっぱいに詰めていました。